東京タワージャパンブルーライトアップ 2002FIFA ワールドカップは2002年5月31日から6月30日にかけて開催された17回目の FIFA ワールドカップ2000年代最初の FIFA ワールドカップでありアジア地域で初めて行われた大会かつ初の2カ国共同開催という大会でもあったこれまで FIFA ワールドカップは欧州と 南北アメリカ間で交互に行われてきたが、1986年に国際サッカー連盟のジョアン・アベランジ会長が初のアジア・アフリカ大陸による開催案を打ち出した。その後、同会長から大会開催の打診を受けた日本サッカー協会が各国に先駆けて招致に名乗りを上げ、当時の低迷する日本国内のサッカー界の 活性化も念頭に置いた上で1988年に FIFA フフワールドカップの日本開催を構想。1989年11月に FIFA フフに W 杯開催国立候補の意思表示をし、招致活動を開始した。1991年6月に2002年 W 杯招致委員会が発足。翌年1992年3月24日には、 W 杯国会議員招致委員会が誕生し、W 杯招致は日本の国家的事業となった。日本は FIFA ワールドカップをより平和の祭典としてメッセージ性あるイベントにしようと提案し、トヨタカップなどの開催実績と平和で安全、豊かな経済、政治的安定、自由と民主主義、世界の先進国である点などを示し、日本で開催する意義をうたった。 また、バーチャルスタジアム構想を提案し、史上最大の計400万人がスタジアムで観戦することが可能な大会にすることを歌った。その一方で、FIFA が想定するアジア初のワールドカップ開催に日本が立候補すると知った韓国は、アジア賞をかけて日本に続く形で1993年11月に立候補表明、1994年の初めに、 招致委員会を組織した。日本よりも招致活動に出遅れた韓国は、同1994年にフ、FIFA フ副会長に選出された、低矛盾大艦サッカー協会会長を先頭にして、現代財閥を中心に、韓国国内の政財界を挙げての招致活動に乗り出し、南北朝鮮共同開催案を持ち出すなどして、日本の招致活動に激しく対抗した。そして、 1995年2月、立候補すると表明していたメキシコが辞退し、日本と韓国の2国のみが正式に立候補を表明した。日韓以外に立候補した国はなく、招致活動は日韓の一騎打ちとなった。1995年9月28日に日本は FIFA フフワールドカップ開催提案書を FIFA フフに提出した。これを受けて、同年11月に FIFA 視察団が 日韓両国を訪問し、スタジアムや国内リーグ、インフラなどをチェックした。視察団は、日本は施設も、歓迎も、技術も素晴らしいと日本を高く評価した。開催国決定は、当初、1996年6月1日のフィファリン事理事会で、会長、副会長を含む、理事21人の投票によって決定される予定だった。しかし、時期を、 同じくして、フィファ会長選挙を控え、一貫して、日本単独開催をしていた、フィファのアベランジェ会長の会長派と、ヨハンソン・ UEFA 会長を、次期フィファ会長にしたい、欧州のフィファ理事派の勢力が、次期会長職をめぐって対立し始める。そして、アベランジェ会長の会長続投を阻止しようと、反会長派の欧州理事たちは、 日本と韓国の共同開催を強く推進したが、南米の会長派はあくまでも日本による単独開催を支持したために、アフリカの理事らの同行が投票。ただ、こうした状況の中で次第に、日韓共済案が現実味を帯び始めることとなる。直前になって、欧州理事らが、欧州の各国サッカーリーグに選手を受け入れてもらう、立場にあるアフリカ理事の票を抑え多数派となった。 そのため、開催国を決定する投票日前日の定例理事会前に行われたパーティー会場で、アフリカ理事らとの間談から敗北を悟ったアベランジ会長は、会長としての権威を保つため、それまで自身が強行に反対していた日韓共済を自ら提案することを決断した。1996年5月30日午後、アベランジ会長は、 フィファ事務局長のゼップ・ブラッターを通して、ビダーホテルで投票を待つ日本招致委員会に対し、非公式に日韓共済案打診の電話をかけさせた。電話を受けたのは、語学が堪能な岡野日本、招致委員会実行委員長だった。なお、ブラッターの口ぶりは切羽詰まっており、打診というより陽性だったという。岡野は電話では、不正確として、フィファの公式文書を求めた。 午後3時過ぎ、ブラッターの署名入りの FIFA フフ公式文書がファックスで届いた。その文書には、すでに韓国は1996年5月15日付の文書で日韓共済受け入れを FIFA フフに回答した。日本の立場を尋ねたいと書かれていた。2時間ほどの協議でも結論は出なかったが、もしも日本が共同開催の受け入れを拒否した場合は、韓国の単独開催になるのは必死だった。 ブラッターへの返答告言が迫る中、宮沢喜一正知議連会長が、日韓共済は政治にとって悪くない選択だと発言した。その発言をきっかけに、長沼日本サッカー協会会長は、やむを得ず、共同開催案受け入れを決断した。その後、ブラッターから2度目の電話が入り、長沼自身が共済受け入れを伝えた。翌日の5月31日午前7時過ぎ、 岡野が日本サッカー協会公式の共済受け入れ文書をブラッターに手渡した。そのわずか2時間後の午前9時の定例理事会でアベランジフィファ会長が日韓両国による共同開催案を提案。満場一致の拍手の賛成決議で定例理事会は幕を閉じた。結局、投票を待たずして日韓共済が決定した。同日午後4時過ぎ。 フィファと開催国に決定した日本と韓国による共同開催決定の会見が開かれた。独の当時サッカージャーナリストマーティン・ヘーゲレラの継承、等の重要な情報を無視し、欧州やアフリカリジらの動向をつかめず、日本単独開催を支持していたアベランジ会長を最後まで盲信し続けた日本、招致委員会の実質的な敗北であった。ちなみに、もしも日本が、 共同開催の受け入れを拒否した場合は、韓国の単独開催以外の案としては、開催国決定の延長、中国での開催などといった書案があった。結局、日韓共催は、アベランジュ会長、南米派と、反会長、欧州派の FIFA フフ内部の政治的対立の産物であったが、アベランジュ会長はほどなくして、FIFA の会長職から引退する形で退いた。また、 東ワールドカップ組織委員会委員長には、FIFA 副会長の帝、矛盾大韓サッカー協会会長が就任したに依頼したものの、一周されたと主張している。その後、1997年後半に韓国は、アジア通貨危機に巻き込まれて、デフォルト寸前の不況に陥り、国際通貨基金の管理下に入った。IMF 経由の日本を中心とした、 金融支援や IMF による米国式経済の導入によって大量の失業者を生みながらも経済は V 字回復したために最後まで日本単独開催には至らなかった。しかし経済回復は台米輸出に頼った状態であったために2001年のアメリカ同時多発テロ事件で韓国経済がまたも失速し試合会場となるスタジアム建設が滞る事態となった。 そこで国際協力銀行がスタジアム建設費として2億ドルの融資を計画したが韓国政府が断り中止になった。結局韓国でのスタジアム建設は続けられて日韓共済はようやく実現した。なお、低矛盾大韓サッカー協会会長は韓国へのワールドカップ誘致と 韓国代表を4位に導いた業績を背景に2002年代官民国大統領選挙への立候補を表明している。2015年5月27日、アメリカ合衆国司法省が国際サッカー連盟の幹部や関係者ら計14人を起訴して以降、FIFA の不正に対する追及が活発化している。フランクフルター・アルゲマイネの記者であるジャン・フランソワ・タンダは、電通が 1995年11月16日に ISL とサービス合意書を締結し、電通が ISL に巨額資金を支払う見返りとして、ISL が W 杯選出投票での日本への投票を働きかけていたと主張。また、6月19日にスペインのスポーツ紙 AS は長沼県が開催地決定の投票に対する謝礼として、 南米サッカー連盟に150万ドルを支払ったと報道した。ただし、開催地決定に際して投票は行われていない。詳細は 2002FIFA ワールドカップ予選を参照本大会に出場できるのは32カ国で、各地域の出場国の出場枠数はアジア2.5アフリカ5北中米カリブ海3南米4.5オセアニア 0.5、ヨーロッパ、13.5であった。これに、予選を免除された前回大会優勝国のフランスと、開催国の日本、韓国が加わる。南米予選では、過去最多の優勝を誇るブラジルが予選でなかなか、本来の力が発揮できずに苦しむものの、終わってみれば、過去の優勝国が勢ぞろいしたように、順当な結果が多かった。ただ、死のグループに入っていたとはいえ、 オランダが予選落ちしたのが最大の波乱とされる。大の飛行機嫌いで知られるデニス・ベルカンプが早々に代表から引退した影響がなかったとは言えない。なお、これがオランダ人の映画プロデューサー、ヨハン・クレマーによる世界最弱代表チーム同士の対戦、アザーファイナル構想のきっかけとなった。日本と韓国が抜けたアジア予選ではサウジアラビアと中国が勝ち抜いた。 中国代表にとっては初出場でユーゴスラビア出身のボラ・ミルティノビッチ監督は後大会連続で別の国から本大会に参加する記録を作った。またイラン代表は2大会連続で大陸間プレーオフに回ったがアイルランド代表に敗れ連続出場を逃した。オセアニア予選1位のオーストラリアは南米予選5位のウルグアイとの大陸間プレーオフに敗れた。 本大会前にはロベルト・バッジョ、ロマー・リオラが代表に選ばれなかったことがトピックの一つとされた。出場選手は 2002FIFA ワールドカップ参加チームを参照。日本ベルギー戦2002年6月4日21世紀に入って初となる FIFA ワールドカップは大会史上初めて日本と韓国の2カ国による共同開催となったがアジアで開催されたことも初めてであった。 さらに日本は初の本大会未経験国の時点での開催地決定であった。2002年5月31日から6月30日の31日間に日本と韓国それぞれ10カ所、計20都市で64試合を行った。ブラジルが5度目の優勝を遂げた。開催国である日本は決勝トーナメント進出の成績を残した。大会の開催期間は 通常より約10日から2週間程度早まり、末日ではあるが珍しく5月からの開催となった。これは欧州や南米とは異なる日韓の気候、つまり梅雨を考慮したためと言われている。大会前はフーリガンの暴動などを危惧する声が聞かれたが、大きなトラブルはなく終わった。日本では当初寄付金が集まらずに赤字が懸念されたが、エミアスの影響などで大幅な黒字となった。 また、高窓宮夫妻が韓国を公式訪問し、開会式に出席した。皇族の韓国訪問は、第二次世界大戦後初である。ソウルで行われた、開幕戦では、前回優勝国のフランスが初出場のセネガルと対戦。この試合で、セネガルが1対0で勝利し、波乱の大会の幕開けとなった。ユーロ2000、コンフェデハイ2001で優勝して、 全評判が高く優勝候補ヒットをと目されていたフランスは結局事前の対韓国の親善試合で負傷した次弾の抜けた穴を埋めることができずアンリ、トレゼゲシセト3カ国のリーグ得点を応用しながらグループリーグで一得点も上げられずに敗退した開催国の日本は初戦でベルギーと2対2で引き分けワールドカップで初の勝ち点を獲得すると 次戦のロシア戦に1対0で勝ち、ワールドカップ初勝利を挙げる。そして、次のチュニジア戦も2対0で危なげなく勝利し、グループリーグ1位通過で、初のノックアウトステージ進出も決める。もう一つの開催国の韓国もまた、ポーランドとポルトガルから勝利を挙げ、グループリーグ1位で通過した。フィーゴなどの有力選手を揃え全評判が高かった、ポルトガルが、 第3戦の韓国戦で2名が多場となり、敗れたことにより、グループリーグで敗退するという波乱があった。アルゼンチン VS イングランド試合を決めた、ベッカムの PK アルゼンチン、ナイジェリア、スウェーデン、イングランドが集まり、死のグループと呼ばれたグループ F では、両国の歴史的背景や前回大会のイコンから、因縁の対決と言われている、アルゼンチン対イングランド戦が、 日本の札幌会場の札幌ドームで実現して大きく注目された。南米予選を1位で通過してフランスに次ぐ優勝候補と目されていたアルゼンチンがグループリーグで敗退するという波乱があった。次回開催が決まっているドイツは世界一の GK と評されたカーンや新生 FW、クローゼの活躍に恵まれた組み合わせにも味方され決勝まで進出した。 ノックアウトステージでは、日本はラウンドオブ16でトルコと対戦司令対1で敗れ、初のベスト8進出はならなかった。韓国はイタリア、スペインに勝利し、アジア勢として初の準決勝に進出した。韓国国内がこの快進撃に熱狂する一方、韓国選手の過度なラフプレーに審判が笛を吹かない、相手のゴールが理由を明示されずにファールとして、 取り消されるなどの審判の誤信が問題となった。横浜国際総合競技場で行われた決勝は地区予選で大苦戦して全評判が決して高いとは言えなかったドイツとブラジルの戦いとなった。優勝回数1位と2位の国同士であるにもかかわらず、ワールドカップでは初対戦となった。この試合を2対0で勝利したブラジルが5度目の優勝に輝いた。 大会の得点王は、ブラジル代表 FW のロナウド。1996年11月、FIFA 本部で行われた、共済検討委員会で、大会の故障を慣例に従ったアルファベット順で、2002FIFA ワールドカップジャパン、コリアとする提案がなされたが、低矛盾大艦サッカー協会会長が強行に、反対した。会議は紛糾したが、最終的に国名表示順を、 コリア、ジャパンとする一方で、決勝戦を日本で行うことで決着とした。なお、この際、日本側は日本国内で大会名を故障するときは、日本、韓国で構わないとの確約を得ていたが、検討会が非公開だったために、FIFA に公的な議事録を残すことを求めなかった。これが後に大きな問題になる。日本語の表記は、当初、2002FIFA ワールドカップ日本。 韓国と表記していた。その後、5年ほどは何事もなかったが、2001年1月、日本の教科書検定問題で、かつて日本に併合されていた朝鮮半島にある韓国の対日感情が悪化し、韓国マスコミに追い込まれる形で、定大館サッカー協会会長は、日本国内であっても大会名を日本、韓国と表記するのは、正式名称と異なっており、 開催合意に背くとして抗議した。そのため、2001年3月15日の FIFA フフの W 杯組織委員会で大会故障問題について話し合われることになった。岡野は1996年11月の共催検討会での大会名の決定事項を詳しく説明したが、FIFA フフの W 杯組織委員長であるヨハンソンが大会名決定から長い時間が経っており、 しかもその時の議事録もない。大切なのは W 派への成功。国名を入れない大会名の使用を認めるということでどうだろうかと提案、日韓双方ともこの案を受け入れた。これ以降、日本国内では国名部分を省略して 2002FIFA ワールドカップとの表記で統一されることになった。がある。また、これはあくまでも正式名称の問題であるために日本では 多くの場所で 2002FIFA ワールドカップ日本、韓国という表記も見ることができた。大会終了後の現在でも日本国内では日韓ワールドカップなどと表記することが多い。日本では当初、日本による単独開催を視野に大会開催の準備を進めていたために1 9 9 3年1月に最初の国内開催都市候補地を選定した。候補の15カ所の中、 この時点で開催予定施設が完成していたのは1994年アジア競技大会のために整備されていた広島市の広島広域公園陸上競技場のみ小幅な改修で対応可能だったのは大阪市の長いスタジアムのみであとは各自治体がスタジアムを新設する予定になっていたただ東京都は立候補を見合わせたこれは トヨタカップや1964年東京オリンピックの会場として世界的に知名度の高い新宿区の国立霞ヶ丘競技場が観客席への屋根設置などの改修条件を満たせなかった上に2013年に開催予定の多摩国体用のメインスタジアムの整備計画もまだ確定していなかったからである。そのため、もしもこの時点で日本開催が実現した場合、 世界有数の人口を抱えながらも1974年の西ドイツ大会以来となる首都での開催がない大会になることが確実になっていた。また、参加チーム32カ国、開催数64試合で行われたアメリカ大会では9会場、フランス大会では10会場で、日本開催でも最三面から10から12会場での開催が適当と目されていた。ただし、 1996年6月に日韓共済が決定したことは、隔離候補地域にとって深刻な問題になった。日本国内での試合数が32試合へと半減されたため、6試合前後と見込まれていた各、会場の試合数は3から4試合にとどまることになった。これにより、日本各地で試合会場となるスタジアム建設に対しての費用対効果や、 再三面からの疑問が提起されたために、建設決定が延期されるところも出てきた。その一方で、大分県知事の平松森彦は、2008年開催の大分国対面会場を兼ねるとの理由で、大ブスタジアムの建設を決断し、自身も自治体の代表としてフ、FIFA フワールドカップの日本組織委員会の副会長に就任するなどの積極的な行動を行った。これにより、 大分県での開催は確実という見方もなされた。1996年12月、JWOC は国内開催都市として10カ所を選定した。まず各スタジアムの開催条件重足を調べたが、広島市が予算を理由にして、バックスタンドへの屋根設置と座席回収を見送ることを事前発表していた。広島ビッグアーチは開催不適格と判断され、広島市は 開催候補都市から外された。アジア大会開催の経験に加え、国際平和都市として、抜群の知名度を持ち、平和のシンボルとして FIFA からも開催を熱望されていた、広島市の落選は、予想されていたとはいえ、衝撃を与えた。ついで、収容人員6万人を超える、巨大スタジアム整備を理由に、埼玉県と横浜市が、地域バランスの観点から、札幌市、 静岡県、大阪市、大分県が選出された。最後に投票によって八つの候補地から四開催地が決定された。ここでは、スタジアム整備構想が難航していた青森県、千葉県、京都府が、宮城県、茨城県、神戸市にそれぞれ敗れた。これは、多くの事前報道の通りになった。唯一の波乱とされたのが、愛知県に対する新潟県の勝利だった。 トヨタカップのスポンサーでもある、トヨタ自動車の本社所在地、トヨタ市での会場となるスタジアム建設構想が具体化している上に、県内にはすでに J リーグクラブの名古屋グランパス8がある、愛知県に対し、新潟県は2009年の新潟国体での利用も兼ねた、新潟スタジアムの着工こそ近かったものの、県内には J リーグのクラブや全国で活躍する高校や、 大学がなく、ようやくアルビレオ新潟が J リーグを目指して活動を開始した段階だったため、サッカー不毛の地と評価されていた。しかし、新潟県はプレゼンテーションで、日本海が唯一の開催地としてアピールし、日本全国が参加する FIFA フフワールドカップという意味を持たせられると主張して、愛知県を破った。この正規成功は、 新潟県でアルビレックス新潟を中核として活発な地域スポーツ活動が展開されるようになるまでの重要な第一歩であったが愛知県にとっては1981年の名古屋オリンピック招致失敗に続く大規模スポーツイベント開催の挫折となった豊田市は FIFA ワールドカップ前年の2001年に市営の豊田スタジアムを完成させたが フィファワールドカップの開催基準を満たす規模を持つスタジアムでありながら肝心なフィファワールドカップの試合には使用されなかったために建設の意義をめぐる批判を受けたその後会場ごとの試合の割り振りが焦点になったが特に埼玉県と横浜市は決勝戦開催をめぐって激しく争ったしかし結局は1999年8月に スタジアム収容人数と各地からのアクセスに優れている横浜での決勝戦開催が決まった。その一方、埼玉県にはグループリーグの日本戦の初戦と準決勝が当てがわれ、埼玉、横浜に続く日本戦の第3戦は地域バランスから大阪市開催となった。韓国でも日本と同様に国内での開催都市選定作業が進められ、 共済という理由もあって、日本と同数の10都市が FIFA ワールドカップを開催したが、韓国国内の大都市を網羅し、人口の少ない寒温度を除く全国にまんべんなく配置されたため、韓国社会で深刻な地域対立の新たな派生は抑えられた。しかし、国民の人口や国家の経済規模が日本の半分ほどしかない韓国が日本と、 同水準のスタジアム整備を行うことは大きな負担であった。その後、1997年後半に韓国はアジア通貨危機で不況に陥ったが、国際通貨基金の管理下で経済を一旦は回復させた。ところが、経済回復は台米輸出に頼った状態であったために2001年のアメリカ同時多発テロ事件で韓国経済がまたも失速し、 スタジアム建設が滞る事態となった。そこで国際協力銀行がスタジアム建設費として2億ドルの融資を計画したが、韓国政府が断り中止になった。その後、韓国のスタジアム建設は再開され、完成にこぎつけた。開催地決定後も JAWOC と開催する各自治体との緊張関係は続いた。 各自治体は JAWOC に対してそれぞれ2億5000万円の運営資金を負担し、それ以外にも要員派遣や様々な補助金を与えていたが、2000年12月には開催経費の増大で財政が圧迫された JAWOC から各1億円の追加負担を求められ、自治体自身や各議会からの批判が起こった。しかし、 JAWOC からは円滑な大会開催に必要という理由をつけられたため各自治体とも負担に応ぜざるを得なかった。なお、この追加負担分は大会が予想以上の収益を上げて終了したことによって各自治体へ返還された。本大会を印象づけるもう一つの争いとして各自治体によるキャンプ地誘致合戦が挙げられる。キャンプ地に名乗りを上げた自治体は 予選の段階での確約を含め70以上に上った。結局、グループステージの日本開催分である E、K、G、H の4組に出場する全16カ国が日本でキャンプをし、さらにグループリーグの韓国開催分である A、B、C、D の4組16カ国のうち A 組の全4チーム、B 組の3チーム、C 組の1チームの計8チームが 開幕前に日本でキャンプをした。誘致の成否には戦略の違いが見られ、川崎市がどこの国と決めず誘致活動のみに不信した。ため誘致に失敗した一方、伊達政宗の命でローマに派遣された、慶長圏王施設が1615年にローマ教皇に越見したことから1997年に姉妹県締結をした宮城県とローマ県の交流を元に、 2000年に仙台フィルハーモニー管弦楽団のローマ公演を成功させた仙台市がイタリア代表に対象を絞って誘致を成功させた。また、徳島県鳴門市は第一次世界大戦時のドイツ兵捕虜への人道的な扱いや地元住民との交流が縁で、バルトの楽園として映画化もされているほどに古くからドイツと親交がありながらもグラウンドの整備の悪さのために ほぼ誘致が確定していたドイツ代表を見すみすぎがす事態も発生した。岐阜県古川町のように特定の国と出場確定前から確約を結んだために誘致が実現できなかった自治体も多い。キャンプ期間中は競合国を中心に非公開の練習にする代表チームが比較的に多かった中でデンマーク、エクアドル、セネガル、サウジアラビア、チュニジア、 アイルランドの各代表などは交流に積極的であり非常に好印象を与え特にデンマーク代表の公開練習に至っては地元のみならず全国からも多くのサッカーファンが詰めかけたと言われるその他の国も小学校や少年サッカースクール各種福祉施設など小規模な交流は積極的に行われ国同士の交換留学生なども送られた注目を集めた キャンプ地として、スター選手や美男子選手目当ての女性ファンが多く、詰めかけた仙台市や兵庫県津那町があった一方、大分県中津江村は、山奥の小さな村のキャンプ地として、早くから注目され、代表の到着遅延によって、さらに全国にその名が知れ渡ることとなった。中津江村は2005年3月22日に、日田市への編入合併により自治体としては消滅したが、 旧中津江村域の地名は中津江村を冠したまま存続された。現在でもキャンプ地となった自治体とキャンプを行った国との間で信仰が深いところが多い。例えば千葉県千葉市ではアイルランド代表がキャンプを行ったのを機に有志によるアイルランドサポートクラブ千葉というアイルランド代表を応援する会を発足。大会終了後もアイルランド代表の応援活動や 日本代表対アイルランド代表戦の実現に向けての署名活動を現在でも続けている。また、クロアチア代表のキャンプ地の新潟県十日町市では、2006FIFA ワールドカップが開催された時に日本との対戦が決まったために、どちらを応援するか。で、ジレンマが起きたり、日本を応援しないとはどういうことかという批判が寄せられるなどした。その他、 イタリア代表のキャンプ地となったことを記念して、仙台市では仙台カップ国際ユースサッカー大会が始まり、第2種世代のサッカー、日本代表にとって重要な大会に育っている。また、10日、調子の誘致におけるエピソードもよく知られ、当初はイタリア代表を誘致しようと運動するも失敗、その後ポーランド、スペイン代表と確約するも開催地の関係で立ち消えとなる。 しかし、ポーランド及びスペイン代表が、まだ候補地を決定していなかったクロアチア代表を推薦し、キャンプ地として決定した。その後、多くの自治体が、誘致国との関係が希薄となっていく中で、10日、調氏は、以後ずっと、クロアチアとの交流を続けており、2020年の東京オリンピックにおけるホストタウン誘致も成功させている。キャンプ地一覧、 編集空席問題の一例、埼玉スタジアム空席問題の一例、埼玉スタジアム空席問題に抗議する横断幕前回大会の反省を生かして、FIFA は今後、チケットを含めたツアー旅行は原則認めないとし、一部を除きチケットは原則単独販売のみとするとした。それに伴いチケット販売を、バイロム社へ一元管理を委託し、またバイロム社もチケットを、 記名式にすることで闇売買を防ぐ仕組みを導入した。しかし結果的には前回大会同様に日本の組織委員会や観客も問題に頭を悩ませることとなりバイロム社への責任問題へと発展した。問題の例としては以下の通り、記名されているいないに関係なくチケット人気が高騰しインターネットオークションでは高額な値段で売買される。このため、 ヤフーオークションや楽天フリマはチケットの異常な高額売買やそれに伴う詐欺行為を防止するため日韓ワールドカップのチケットの出品は禁止することを表明後日出品されたワールドカップのチケットの出品に対し該当すると思われる出品に関しては片っ端から削除を行ったインターネット上のチケット販売サイトはアクセスが集中 購入できない状態が続いたものの、実際の試合では大量の空席が発生。販売サイトでは、実際にチケットが売り切れているにもかかわらず、ホストコンピューターの異常により、画面上で空席ありの表示が出続けていたため、チケットを求める人たちのアクセスが減少せず、余計に混乱を招いた。チケットが試合直前までに到着しない。日本で開催された試合ではチケットが全。 試合完売していたにもかかわらず、実際には大量の空席が存在することが明らかになった。そのため、開催当初のグループステージの試合では、いざ試合が始まってみると明らかに空席の目立つエリアが存在し、日本代表戦でも大量の空席があることが判明した。このため日本対ベルギー戦では、チケットはどこにあるのか と問題に抗議する横断幕まで出る事態となった。また大量の空席が存在しているという事態に、後日空席部分を調査、試合開始までにチケット販売が間に合うと判断された試合に関しては、最終販売とし、チケットの予約、販売をチケットピアに委託した。委託を受けたチケットピアは、最終販売分を電話予約のみで受付し、会場近くのチケットを受取所にて、 予約済みのチケットを手渡すという方法を取った。なお、チケット販売に関してはテレビを通して告知されたため、日本代表選はチケットを求める大勢の人たちが、チケット販売日前日より、予約電話番号に電話をし、販売前日の深夜にもかかわらず、大変混み合っているというアナウンスが流れる事態となった。日本のチケット販売に精通した。 予約代行業者が一部の席を確保してしまうという事態も発生。結果的に代行業者が予約番号を転売ということとなった。大阪市内の金券ショップでは高額でチケットを売った。店舗が警察からの指導を受けたため、他店はそれを警戒して店頭にはチケットを置かず客があるかどうかを尋ねると販売してくれるという方法でチケットを売っていた。なお、 大会後には FIFA フフが日韓両国に対して1億円ずつの医者料を支払った。また、日本国内では全試合完売だったのに対し、韓国国内では大量にチケットの売れ残りが発生。韓国国内で開催される決勝トーナメントですら空席が大量に発生したために、韓国政府が学生を動員してなんとか会場の空席を埋めた。特に、 ソギポシで行われた決勝トーナメントのドイツ対パラグアイ戦は韓国組織委員会の動員にもかかわらず会場の空席が4割に達した。今大会では誤審が話題を集めた。開催国であった韓国の試合において多数の疑惑の判定やその他の試合での誤審が発生した。一連の騒動となった誤審は フィファの映像ライセンスを持つ会社が2006年3月24日に創立100周年を記念して発売した DVD ビデオ FIFA Fever FIFA 創立100周年記念 DVD に収録されている世紀の10代五神の半数を占めこれについて大韓サッカー協会は猛反発をしたまた一連の五神騒動以前にも韓国チームが W 杯前の親善試合でフランスと 対戦した際に、フランスの司令塔、ジネディーヌダンに危険なタックルをして、フランスのルメール監督から、わざとやったに、近いと批判されたことを皮切りに、韓国対ポーランド戦前のポーランドの宿舎前での、睡眠妨害や、韓国対米国戦でのスケートパフォーマンスといった、トラブルも発生している。韓国対イタリア戦は、エクアドル人のバイロン・モレノが主審を務めたが、延長分に、 トッティが倒れたプレーがシミュレーションと判定され、2枚目のイエローカードを受けて退場となった。一方で倒れ込んでいたパオロマルディーニの後頭部に蹴りを入れる、スライディングしてスパイクがジャンルカザンブロッタの尻に刺さる、そのタタックルや肘打ちなど、韓国選手の半ば蒸気を逸したラフプレーに対しては、カードは愚かファールを取ることもしなかった。 さらに延長20分にはイタリアが決めた得点が不可解なオフサイド判定により取り消され、その後韓国のアン・サダツネがゴールデンゴールを決めてベスト8に進出した。この判定に対しトッティは審判を変えて最初からワールドカップをやり直すべきだと不満をあらわにし、事態沈静化を図ったフィファのブラッター会長が大会中に異例の声明を出すほどであった。 イタリアサッカー協会のモレノ主審の誤審の調査要請を受け、FIFA は2002年9月13日から調査を開始したが、2003年1月にモレノ主審の誤審は買収などの規約違反によるものではなかったと結論付けて決着とした。その後、FIFA は理由の明示なしにモレノ主審を国際審判リストから除名した。モレノ主審は エクアドルリーグでも誤審により20試合の資格停止を受け、今大会の翌年に33歳というサッカー審判員としては若い年齢で審判を引退した。なお、さらに7年後にはヘロイン 6kg の密輸により、米国で逮捕されている。2015年になってからも、1回戦の韓国対イタリア戦と準々決勝の対スペイン戦の2試合での、主審。 モレノの買収が報じられた。続く、韓国対スペイン戦は、エジプト人のガマルガ・アンドゥールが主審を務めたが、48分に、スペインの得点がファウルの判定により取り消され、結局何のファウルがあったのかも、明らかにされなかった。延長2分には、その直前のセンタリングが、ゴールラインを割っていたとの先進の判定により、スペインの得点は取り消された。試合は、 スコアレスのまま PK 戦となり、韓国が勝利した。このように、決勝トーナメントに入ってからの誤審疑惑は、韓国戦に集中し、韓国代表の相手国はいずれも上位進出候補の競合国であったことから、ホスト国の韓国代表チームに対し意図的に有利な判定が行われたとする疑惑が生じた。スペイン戦後、FIFA は中立の大陸から審判を起用するという慣例を、 放棄し、準決勝以降の試合をすべて、欧州出身の審判で固めた。その後韓国は準決勝で、ドイツに敗れた。ロイター通信は7月1日、ロイター通信の記者が選んだ2002年ワールドカップの各部門ベスト、ワーストを発表し、ワースト判定に、韓国対スペイン、延長戦のフェルナンド・モリエンテスのゴールを無効とした、ガマル・ガンドゥール出身の判定を挙げるとともに、 スペイン代表を最も運の悪いチームに選出し、イタリア代表についても最も悲運な敗者に選出している。2000年代のサッカーの出来事を扱ったスポーツイラストレーテッド氏の記事では、イタリア戦、スペイン戦で誤信疑惑が指摘されていると記された。イギリス BBC において元イングランド代表のゲイリー・リネカーは、韓国はポルトガル戦、イタリア戦、 スペイン戦において審判から数多くの有利な判定の恩恵を受けたと述べた。また、韓国という例をアジアサッカー全体を構築していくための基盤にすべきだとも述べた。スペインについては彼らが審判から不運以上のものを受けたことは理解しているが PK 戦の前に勝ち切ることができたはずだと述べている。BBC は最も驚くべき瞬間に セネガルのフランスに対する勝利とともに、韓国のイタリア撃破を挙げた。韓国の成績は確かに審判の不可解な判定の恩恵によるものだが、韓国の業績が傷つけられるべきではないとも報じた。2013年には、コッパイタリア決勝式典で、韓国人歌手の際が出演し熱唱したが、それに、イタリアの観客は、ブーイングや爆竹で邪魔をする行為をし、11年、 たっても、イタリアのサッカーファンが、上記の件を忘れていない姿が報じられた。日本、編集鹿島神戸宮城新潟大分長井埼玉、札幌静岡横浜2002日本フィファ、ワールドカップスタジアム韓国、編集富山手具大田甲州新川全州チェジュソウル、水原ウルソン2002韓国フィファ、ワールドカップスタジアム日時はすべて現地時間。日本は、日本標準時、韓国は、 韓国標準時、本大会のグループリーグの組み合わせ抽選は開催国である韓国、富山コンベンションセンターで2001年12月1日に行われた。この抽選会の模様は全世界に生中継され、日本でも NHK、BS デジタル民放五局、スカイパーフェク TV にて、また民放ラジオもいくつかのツボネが民放ラジオ共同制作として生中継した。 抽選方法は以下の通りである。まず参加国を4つのポットに分ける。日韓 W 杯公式シード算出方法は以下の通り。過去3大会の成績は優勝が32ポイント、準優勝が31ポイントと順位に従い減る。ものとし、グループリーグ敗退は3位で敗退時9ポイント、4位で敗退時8ポイントになる。そして、 1990年位 w 杯本大会の成績は1倍、1994年米、W 杯本大会の成績は2倍、1998年普通、W 杯本大会の成績は3倍として、合計ポイントを3で割れる。W 杯3大会のポイント過去3年の FIFA ランキングが、出場国中最も高い国に32ポイント、 それに次ぐ国に31ポイントを与え合計を3で割れる。計算する FIFA ランキングは年平均ではなく1999年と2000年は12月時点の FIFA ランキング2001年は11月時点の FIFA ランキングを使う。FIFA ランキング3年間のポイントイコールワールドカップシードポイントダブ10杯。 シードポイント上位5カ国と開催国の日本と韓国と前回優勝のフランスが第一シード。AD 組は韓国、EH 組は日本で試合を行う。フランスは A 組、韓国は D 組、日本は H 組に決定。ポット1の残り5カ国を順にドローし、B、C、E、G 組に入れる。ポット1の国は抽選で選ばれた組の1番に配置する。 ポット2から4に選ばれた国は、各ポットから A 組、H 組の順に1カ国ずつ、選ばれた後、選ばれた組の何番に配置されるかが抽選される。この選ばれた番号により、試合筆頭が決定される。ポット2のうち8カ国を順にドローし、A、H 組に入れる。ポット2の残り3カ国を順にドローし、ポット1のヨーロッパ以外の国のいる組に入れる。開組、H 組に入った。 ポット3の5カ国を順にドローし、ポット2の残り3カ国が入らなかった組に入れる。なお、アジア大陸は出場国が合計4カ国のため、韓国で開催される AD 組と日本で開催される e h 組に、それぞれ2カ国ずつ均一に振り分けるようにする。そのため、あらかじめ中国は、韓国側、サウジアラビアは、日本側に振り分けるように抽選を行う。また、シード国に、 アジア大陸及び南米大陸の国があるため、ポット2の残り3カ国の抽選で選ばれなかった国がアジア大陸の国の国であれば、南米大陸の3カ国の中で最初に選ばれた国は、ポット2の残り3カ国の抽選で選ばれなかったアジア大陸の国の国へ、また、ポット2の残り3カ国の抽選で選ばれなかった国が南米大陸の国の国であれば、 その国の組が AC 組であれば、中国がその国の組へ EG 組であれば、サウジアラビアがその国の組へ先に配置される。ポット4の8カ国を順にドローし、各組に入れる。この結果、A 組と K 組に競合が集中し、死の組と呼ばれた。グループ A、編集、チーム1 v チーム2、チーム1 v チーム2、チーム1 v チーム2、 チーム 1V チーム二、チーム 1V チーム二、チーム 1V チーム二、グループ B 編集チーム一 v チーム二、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 チーム一 v チームにグループ C 編集チーム 1V チーム二、チーム 1V チーム二、チーム 1V チーム二、チーム 1V チーム二 チーム 1V、チーム2、チーム 1V、チーム2グループ D、編集、チーム 1V、チーム2、チーム 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 1V、チーム2グループ E、編集、チーム 1V、チーム2、チーム 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 1V、

チームにグループ H。編集。チーム一部。チームに、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 チーム一部。チームにチチーームム一に一回戦。編集。チーム一部。チームに、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 チーム一部。 チームにチーム 1V、チーム2準々決勝、編集、チーム 1V、チーム2、チーム 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 1V、チーム2準決勝、編集、チーム 1V、チーム2、チーム 1V、チーム2、3位決定戦、編集、チーム 1V、チーム2決勝、編集詳細は、20002FIFA ワールドカップ、決勝を参照。 チーム 1V、チーム2国際サッカー連盟の技術委員により、オールスターチームが選出された。選出に際しては、正規の16選手のほか、控えの7選手を含む23選手が発表された。2002FIFA ワールドカップの開催を記念し、ワールドカップ開催史上初めて FIFA の公式イベントとして、2002FIFA ワールドカップコリア、ジャパンオフィシャル、コンサートと題し、 コンサートが開催された。場所は、両日ともに、東京スタジアムにて開催された。出演、エアロスミス、ビーズ、古道出演、ローリン、ヒル、クラキマイケミストリー、ゴスペラーズ、ティースクエア、平井剣、ボイセズ・オブ・コリア、ジャパン2002フィーファワールドカップ公式アルバムや、大会マスコットなどをあしらった公式記念品が多数、販売された。また、日本においては、 アディダス製の公式ユニフォームが記録的な売り上げを記録した。なお、日本においては、下記のものが発行された。記念貨幣10、霊園金貨、1000円銀貨、500円ニッケル王道貨3種の5種類。記念日程80円切って2種類。試合日程などが記されたシートは、各会場版10種、全国版、準決勝版、決勝版、各1種の13種類。 2002FIFA ワールドカップオフィシャルパートナー日本韓国、オランダ代表ヨハンクライフは韓国に対し、ワールドカップの恥さらし国家と批判したことも有名である。ありがとうございます。